サツキラン県は中華人民共和国官縮省、蘭州市に位置する県。県人民政府の所在地は、赤道鎮。サツキラン県は、統計103度32分から104度14分、北緯36度05分から36度50分に、市市、東は、白銀市、新ー中県、南は、蘭州市の市区、西は、A 登る県、北は、影安県に接する。 官署に、金城郡金城県が設置、北儀の時代には、古城県が設置された。随発は、蘭州総管府に属したが、不正廃止に伴い金城郡金城県が設置された。東大以降は、蘭戦県とされたが、東末五代には、土番の半島に組み込まれた。総大以降は、蘭州の管轄とされ、1738年、県内に位置する、札木蘭山より、 サツキラン県と解消された。中華民国が成立すると、サツキラン県は、官宿省の紹介が設置される重鎮であり、その管轄範囲も現在より広く、蘭州市、白銀市の大部分を含んでいた。1931年5月、サツキラン県城久市地区に、蘭州市が新設されると紹介も、移転、百四十九年に、中華人民共和国が成立すると、 当初は、蘭州市の管轄とされたが、1951年8月に、小直轄に、1956年1月に、定日選区に移管され、さらに1958年12月には、札木蘭県は廃止となり、白銀市に編入された。1961年2月に、札木蘭県が、 最大けされた際は、当初白銀氏の管轄とされたが、1963年10月に、再び定位に出区の、さらに1970年4月以降は、蘭州氏の管轄となっている。六鎮を管轄。ありがとうございます。